こんにちは、ダイスです。今回は最強ミュウツーに2人、私1人2役でやったんですけど、勝つ方法についてをまとめてご紹介していきます。なんで1人2役でやったかっていうところからお話しすると、実はうちのチャンネルを見てくれてる視聴者の方でオンライン加入してないんだよねっていう方だったりとか、ご家族で遊んでるからっていう方だったりとか、友達と遊んでてっていう方がとっても多いんですよね。実はスイッチ2台勢でソロで遊んでる人も多くいらっしゃって、そこで2人でどうにかいけないかなっていうのをやってみました。まあ、あくまでなんですけど1人2役でやったので、今回は頑張ってもらうポケモンを虫テラスタイプのミュウにして、で2匹用意しました。2匹ともアタッカーにして戦うスタイルです。なんでかっていうと、1人2役するときに攻撃役とサポート役って分けちゃうと、ミュウツーの瞑想にね対応できなかったんですよね。私の場合はちょっと難しかったので、2画面こう操作しながらっていうのでタイムラグがどうしてもあって難しかったので、2匹でアタックする型にしました。この方法だとちょっとね、うまくいかないっていう時もあるんだけど、ほぼほぼいけました。1人2役でもいける方法っていうことでご了承ください。また虫テラスのミュウにしないといけないので、テラピースも消費しないといけないっていう方も出てくると思います。ごめんなさい。まずは攻略に使ったミュウ2匹です。はい、どちらも虫テラスタイプで、私の場合もスイッチ2台持ってるので1人2役でやりました。1匹目のミュウが光の粘土持ちです。はい、これ光の壁とかリフレクター長く持つやつですね。で、持ち技に関しては虫の抵抗、剣の舞、吸血、光の壁で虫テラスで、努力値振りに関してはどちらも実は同じです。 HP に252振って、素早さに48、残りの208を攻撃に振ってある方になります。性格は意地っ張りです。攻撃上がり、特攻下がりです。これもどっちも同じになっています。こっちは光の壁を技で入れているので、光の粘土を持たせて、光の壁5ターンプラス3の8ターン光の壁ができるようにっていう形にしてあります。はい、で数値はねこんな感じです。すごい特訓してないところは特攻のみです。残りの箇所は全て鍛えてあります。で、もう1匹、2匹目のミュウは達人の帯持ちです。技の威力が抜群の時に、1.2 倍かなになるものになってます。で、技さっきと違うのがミストフィールドです。性格、努力値ともに全部一緒になってます。ちょっと分かりやすくするのにこうやって技を変えてみましょう。ミストフィールドのとこだけ違うんで、持ち物も変えてあるという感じになってます。なのでどちらも攻撃をかけていく型で作ってあります。立ち回り方がちょっと違うので、この後ご紹介していきます。もう一つ、やる前の注意点です。サポート役でオリーバのケンイチ君がいる時にはフィールドが邪魔にどうしてもなっちゃうので、やり直しをしてください。このポケモンだけやり直しです。他は大丈夫でした。もう一つ注意点です。1人2役で遊ぶ時に関しては、光の壁を持ってるミュウから技選択をして、次にミストフィールドを持ってるミュウの技を選択するっていう感じで動かしてください。画面は光の壁のミュウの方の画面になってます。初手、光の壁ミュウは光の壁を打ちます。その後虫の抵抗をだいたい4回ぐらいすると、ミュウ2の瞑想が全部落ち着いて能力値マイナス1ぐらいになりますので、そこを目安にかけていってください。で、ミストフィールドのミュウに関しては初手から虫の抵抗でだいたい4回ほどお互いにかけていくと、ほぼほぼマイナス1とかの能力値になってくれるので、そのタイミングで剣の舞です。2人でやる方はお互いにミュウ2の能力値がマイナス1になってるかどうか、上がってないかっていうのを確認してください。1人2役でやってる方は、私もそうだったんですけど、ミストフィールドを持ってる方のミュウを使ってミュウ2の能力値を確認するとやりやすいと思います。これ自分が見てる画面だとミュウ2は瞑想してなくて違う技をかけていたとしても、もう一人一緒に遊んでる方の方で瞑想がかかってれば積まれていきます。なので2人で遊ぶっていう時には都度確認をするようにするといいと思います。また光の壁のミュウを使ってる方は8ターン光の壁は効きますが、
切れてたらすぐかけるという風にしてみてください。1旦ぐらいだったらかけなくても結構いけるんですけど、基本は切れたらすぐかけるというところで光の壁もあるかどうかっていうのを確認してあげてください。だいたい5ターン目までは光の壁ミューは光の壁して、虫の抵抗4回で剣の舞をするターンに入っていきます。剣の舞は2回してからテラスタルして吸血を打ちます。ミストフィールドのミューに関しては初手一番最初から虫の抵抗4回ほど打って、その後剣の舞2回でテラスタル吸血になるんですけど、ミストフィールドのミューに関してはテロップでは書かなかったんですが、テラスタルしたタイミングで吸血を選択するのか虫の抵抗を選択するのかをミュウ2の瞑想で上がってる能力値を確認してから選択してください。ここに関しては、テラスタル吸血を先に打つの光の壁の方がいいかなという感じです。どちらでも見て虫の抵抗を能力値マイナス1ぐらいまでかけてあげるのが一番ベストなんですけど、どちらかといえば一人二役でやってると結構大変なので、ミストのミュウの方を優先させて虫の抵抗させていく方がいいと思います。あと今回バンパトロ凍っちゃったんですが、氷サポートに入ってる時は何も気にしなくて大丈夫です。お互いのミュウに入っちゃった時には気にしないといけないんですけど、それ以外は気にせず進めます。はい。で HP が270とか今半分ぐらいになってオレンジに行ってるんですけど、吸血をね剣の前2回打ってからテラスタル吸血ってしてしまえば先に打てるので HP 回復します。なので癒しのエールは使わなくて大丈夫です。ただ急所とかに当たってしまってちょっと余裕ないっていう時には癒しのエールで回復をしてあげてください。剣の前を2回打った後 HP 半分ぐらいになってるっていう状態だったら吸血した方が HP 回復もできるのでテラスタル吸血を選択します。先出しできるからこういう風にやってるっていう感じですね。そしてミストフィールドのミュウに関しても、攻撃4段階上がってるのでここで、テラスタルを打ってます。でミュウ2の瞑想で能力値が特攻上がっちゃってる場合にはマイナス1段階までは下げたいので、虫の抵抗をミストフィールドのミュウの方はちゃんと見てあげてかけるようにしましょう。まあ、かといって光の壁のミュウが見ないっていうわけじゃなくてちゃんと見るようにしておいてます。 2,3 個気づいたら上がってるみたいな時もあるんですよね。なので一応ね光の壁がなくなってないかっていうのと一緒に確認してる感じです。はい、確認が終わればここからはテラスタルしてどちらも吸血を打っていくっていうターンです。基本的にはテラスタルしてしまえば吸血優先になると思います。瞑想が入っちゃえば変わったりとか光の壁なくなっちゃえば変わるんですけど、基本はテラスタル後はこれです。バリアが割れるぐらいまではこの状態を進めていきます。バリア割れる直前になったらミストフィールドを持ってるミュウを使ってる方はミストフィールドを必ずかけるという感じです。ミストフィールドに関しては持ち物でね、ミストフィールド5ターン以上にはしてないので、もうちょっとだよねそろそろだよねっていうタイミングでうまいことかけてあげるようにしてください。そうテラスタル吸血でミュウ2も瞑想しないと相当安定します。で攻撃に関してなんですけど、本当はね剣の前3回やりたいところなんですけど、3回しちゃうとターン的にちょっとねオーバーしちゃって時間足りなくなることが多かったので、2ターンにどちらもしてあるという風になっています。基本的には自分のミュウの回復は自分でテラスタルした後だったら吸血で回復をしてあげる感じになっていますし、なんかステータスの変化かき消しとかっていうのがなってしまったタイミングだと HP 少なくなってるなっていうことがあれば癒しのエールにするんですけど、基本的に光の壁も張ってあったりするので剣の前を2回また打っていくっていうので間に合うと思います。多分今お互いに剣の舞をしてると思います。ただ瞑想がねかかってたりもすることがあるのでちょっとずつチェックをしながら進めてます。はい、じゃあここでチェックです。
まだ1段階なんで2段階目の剣の前です。これで4上がるっていう感じですね。でさっきと同じにまた戻ったので、ここからはまた吸血を選択です。でミュウツーの HP のゲージもバリア割れるまでまだまだ時間がありますので、ミストフィールドのミュウに関しては瞑想がかかってたりとか、悪い効果の書き消しがあるとミュウツーせっかくマイナス1まで特攻を避けてたものがゼロになっちゃうので、一回虫の抵抗をかけてあげてから剣の舞をして、で吸血っていう感じです。まあ、剣の舞に関しては一回剣の舞して吸血して、もう一回剣の舞して吸血みたいな感じで交互にやってもちょっとずつですが HP 回復してくれるので、そこは自分のビューの HP のバーがオレンジ色になってるかどうかっていうところで選択するようにするといいと思います。サポートってもしかしたら呼んじゃってるかもしれないんですけど、ミストフィールド持ってるミュウの方に関しては虫の抵抗を優先させる形になるので、吸血よりはどちらかというと危ないなって思ったタイミングで先に虫の抵抗を打ってあげます。で光の壁持ってるミュウに関しても相方のミュウが今 HP 大丈夫かなっていうのを確認してあげながら打つといいです。そうすると結構安定します。はい、こんな感じでまだ多分ね4ターンか3ターンはミュウツーのバリアが割れるまで時間がありますので、吸血を選択っていう感じですね。剣の前に関しては1回だけじゃなくて2回待ってあげて、トータルで4能力値を上げてあげるようにしましょう。あとは虫の抵抗に関しては基本的にテラスタルしてステータスの変化とか効果の書き消しがあった後に関してもミストフィールド側のミュウがやってあげる方が安定します。まあ、お互いにやるのが一番いいとはいえっていう感じなんですよね。光の壁がねなくなるタイミングで虫の抵抗やりたくなることもあるので、どっちかっていうと吸血をね優先させるようにした方が光の壁ターンで自分の HP が削れてなくて打てるという風になります。はい、ここでミストフィールド打ちました。全部で5ターンになるのでちょっと様子を見ます。で早めにかけちゃったっていう時には、まあ、イケイケドンドンとかね安のエールとかの応援を使ってターンを調整してあげてください。はい、これで割れました。でここでミュウツーが自分にかかってる悪い効果を消してます。なのでミストフィールドのミュウの方はミストフィールド打ったばっかりなんですけど虫の抵抗をした方がいいターンです。後半っていうかね真ん中がねちょっと分かりにくいんですけど、ミストフィールドかけることで眠らなくなるので、で結構安定します。で後半に関してはそうですね、冷凍ビームも入ってくるから凍らなくするっていう効果もついてます。動き方としては結構めんどくさいかもしれないんですけど、ちょっと様子見ながら1人2役の時はできますし、2人でミュウ使って遊ぶっていう時にもお互いに声かけながらできると思うので、多分立ち回りも楽にいけるんじゃないかなと思います。はい、ここで効果を消されました。なので HP を見てこんな感じで今あるよね、光の壁残ってるよねを確認しました。なので剣の前です。でミストフィールド側のミュウに関しても HP は多くあるし、ステータス効果が今消えてる段階なので剣の舞をするか、もしくは虫の抵抗をかけるかっていうのを選択するんですけど、この辺でミュウは消した後は瞑想を打つっていう感じの流れになってるはずなので虫の抵抗をやってるはずです。特攻が今上がっちゃってますね。上がってるなとかちょっと危ないなっていうタイミングが絶対出てくるので、この辺では癒しのエールを使ったりとかしてあげるとお互いのミュウのためにいいと思います。そしてでここからが結構ミソなんですけど、倒れないようにするのが一番いいんですけど、どちらか1体ミュウが倒れちゃっても1体だけだったら意外といけます。何回かやってみたんですけど1体倒れて1体残ってるっていう状態は
意外とですねミュウツーに勝てます。まあ時間ギリギリになっちゃうんですけど、それでも勝てるのでっていう風に動画作ろうかなっていうことで、これ倒れた方で作ってます。もちろん倒れてない時もあるんですけど、倒れても大丈夫っていうのを見てもらいたかったので一応こっちを採用しました。これミストフィールド持ってる方のミュウが今残ってるんですよね。で戻ってきたミュウに関してはもうテラスタルできなくなってるし、応援ももう使っちゃってるっていう状態も多くあると思います。そういう時には戻ってきた、倒れちゃったっていう方が虫の抵抗します。で残ってるテラスタルしてるよっていう方のミュウは吸血を選択してあげてください。で倒れた時に関してのみ剣の舞3回目を打ってからの吸血をおすすめします。本当は倒れずに行ける方が楽なんですよね。時間もあるし楽なんですけど、戻ってきた倒れたミュウは虫の抵抗をしながら光の壁だったら光の壁もやる。でミストフィールドだったり光の壁だったりもやらなきゃいけないのであるんですけど、バリアは削れてる状態なので、ここはね冷静にお互いをこう見ながら虫の抵抗するのかどうかを決めていきます。で最後もうちょっとっていう時には動かずに待ってるともう一体のミュウが多分倒してくれるので、結構ねいけたりします。これで待つっていうのも大事です。あと1回か2回なんだけどなっていう時には自分に技が当たらなくなるから、打っちゃうと当たるのでミュウツーの攻撃技が当たらないように倒れないようにするために待ちます。はい、ですると意外と時間はギリギリだけど勝てるのでやってみてください。ちなみにちゃんと行くと結構ね時間ゲージは残ります。はい、ということで2体のミュウを使った立ち回りご紹介してみました。1人2役もできるように立ち回る方法になってるので、ちょっと考える時間が多くあっても大丈夫なはずです。でもちろん2人で、2台のスイッチでやった方がスムーズです。なんでかっていうと時間ロスがないからです。1人2台で2役やると結構ですね、あっちの画面見てこっちの画面見てってやってるうちにミュウツーの、時間がね過ぎちゃうんですよね。でそうするとサポートプラスアタッカーの2体使いもやってみたところ時間がなくなることが多かったので、この方にしたという感じです。はい、もし他で、2体2匹のミュウを使うっていう攻略の方法でもっといい方法がもしあればコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、ということで長くなりましたが、今回に関しては最強ミュウツーを1人2役だったりとか、オンライン未加入の人で2人で遊ぶ方法についてをご紹介してみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!